福井県のエネルギー政策についてということですけれども、まずこの夏の大停電が起きるかもしれないという混乱、その中で何とか近畿圏を含め乗り切れたのは、私は福井の皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。ただ今後の行く末を鑑みる上で、原子力という電源は徐々になくなっていく、そういう方向になります。ですから今余力のあるうちに次の代替電源を探してシフトしていく、新しい電源を開発を行う、これが政治の役割だと思っています。既存の原発については安全性が確認されれば止める手立てというのはないと思っていますが、やはり原則は40年で廃炉、40年かけて育てていったものは40年かけて少しずつ止めていくと、そういった流れになります。いろいろ関わっていらっしゃる方もおられるとは思いますが、そういった部分を考えていただいて、依存するのではなく何ができるのか、皆さんと一緒に真剣に考えていきましょう。